パンパン。どうもこんばんは、サツノです。お久しぶりです。今日はね、グッピー&コリドラ水槽紹介していきたいと思います。この水槽ね、今ね、もう何度目だろう、何度目かのベビーブームですよ。ちっちゃい子いっぱいいるんですよ。ちょっとズームにしてみよっか。ほら、前動画でもちょっと話したかもしれないんですけど、まあ、サスのね、引っ越しをしたんですね。で、なんとね、うまいことに、まあ、近くにね、あるわけなんですよ、アクアショップがね、2軒も。もうダメですからね、2軒もあるんですよ。まあ買いますよね、それはね、やばいっすね。でも俺はね、薬を買いに行ったんですよ。誰も信じてくれないかもしれないですけど、薬を買いに行ったんですよ、私は。で、まあまあ生態も見るじゃないですか、そりゃね。薬を買いに行こうと思っても、ああどんなんかなって見るじゃないですか。やっぱね、私ね、僕ね、ブルーグラス好きなんですよ、多分。ブルーグラス好きだけど、こいつ 何かねって言うと思うんですけど、だいぶ前にね、エンドラーズ買ってたんですよ、うち。で、エンドラーズとブルーグラスがちょっとね、交配しちゃって、面白いの出てきたんですけど、まあ、それは余談ですね。で、ブルーグラスね、可愛いから、ペアで買っちゃったんですよ、この新しい子ね。まあまあ、もうでかいから、あれなんですけど。で、本題ここからなんですよ。別にこの子じゃないんですよね、買ったブルーグラスは。この子はね、もともといるブルーグラスなんですよ。もうね、すでに今日まあ導入して、もう元気なんですけど、もうすでにね、超絶パンパンなんですわ。超絶パンパンなんですわ。ちょっと見てみましょうか、それ。でで見えづら。超モスに隠れてますね、これね。まあでももう超絶パンパン、こういう目がね、軽く見えるんですわ。いつ生まれてもいいんじゃねえかなっていうぐらいなんですけど、まあだいぶラッキーですね。もうパンパンの状態でね、いただけましたんで、お迎えできたんで。で、このまま何日か見てみて、生まれたのをね、またこの動画でね、見せながらいきたいと思います。じゃあ何日か見てみましょう。無事お母さんは産みまくりましたね。もう水槽にも戻しちゃったんですけど、いっぱいです。無事いっぱい産みましたね。かなりいっぱいいます。これ一体何匹いますかね。はい。相当います。相当いるってことですね。でね、これはちゃんと全部ブルーグラスなんで、純血のブルーグラスなんで、大事に育てていきたいと思います。これはね、23匹ぐらいいますね。で、まだね、またこうやってね、やってるんでね、生々しかったですね。はい。で、この辺がね、また産みそうなんで、まあまあこの子はね、雑種ですね。また雑種を産む感じですね。で、ここら辺のね、子たちもだいぶでっかくなってきてるんでね、楽しみですね。グッピーもね、どんどん増えていく感じですね。非常に楽しみです。はい、じゃあ今回はね、こんなところで終わりたいと思います。無事ね、生まれてよかったですわ。また成長記録あったらアップしていきたいと思います。はい、じゃあ今回はこの辺で。お
ご視聴ありがとうございました。ではまた。